まあ、いったまいった。ちょっと花ちゃん大変だよ。花ちゃん、花ちゃん、しっかりしろ。社長、お帰りなさい。一体何があったんだ。それが、ああ、木戸さん、ごめんなさい。ちょっと買い物に行ってて。ああ、すいません、勝手にお邪魔してます。社長、今ちょっと取り立ての仕事に出かけちゃってて。あ、でもそんなに長くはかからないと思うから待っててください。あ、お茶出しますね。あ、お構いなく。どうしたんですか？何か忘れ物とか？いや、ちょっと秋山さんに確認し忘れたことがあって、携帯にかけたんですけど繋がらなくて。あー、そうでしょう。社長、いつも寄り道して遊んでるのを邪魔されるのが嫌で携帯の電源切ってるんですよ。おかげで仕事が片付かない片付かない。秋山さんらしいですね。客さんって感じじゃないな。また降りない人たちだな。すみませんけど帰ってもらえます？社長も外出してますし、それでも用があるって言うんなら私が相手に。え、危ない、花ちゃん、花ちゃん